ぶち込め、放り込め、たんけ。ショート。おー、打球跳ねた。ショートの前の土のところでポン跳ねたわ。ビシエドの魂が乗り移ったボールに、よっしゃー、ヒットはヒットだから。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。さあ、得点に変えていこう。打てるキャッチャー気の毒。頼むよ。そろそろタイムリー見たい。先制点が欲しい。頼む。頼む。うわぁ、もう最後の最後にストライクからボールに落ちる変化球振っちゃった。その前は手止まってたけど。今のはでもコルニエルのボールいいなぁ。まっすぐ球威で押すだけじゃなくてしっかり変化球で空振りも取れる。絶妙なとこ投げてきやがった。いや、林上手すぎだって。アウトローだよ、今のところ。うわぁ、あれを逆方向打たれたらたまったもんじゃないわ。そんなに甘くないよ。昨日あんな引っ張って、昨日か二日前ホームラン打ったと思ったら今度は逆方向。あの巨体から想像もできない手腕のバッティングだな。ああ、ピンチか。もう柳さんでもフォアボール出すよりは全然いいよ。自信持っていこう。ピッチャーに打たれるわけにはいかんて。頼むよ。もう頼む。コルニエルに打たれるわけにはいかん。確かにバッターボックスで体は大きいけど、関係ないよ。うわ、フォアボールか。ボール振らないじゃん。もう野手助っ人ですか、コルニエルは。やたらとバッターボックスで体大きいけど。振らないか。やめて、サード、よかった。今、ボール球だったよ。ボール球、菊池が振ってくれた。助かった。もう本当に結果良かったけど、これもう、コルニエルと勝負するのを避けてはないけど、逃げてフォアボールで、満塁で菊池、ドラゴンズキラーの菊池に勝負するぐらいだったら、もう、コルニエルに絶対勝負したく良かったって。もう頼むよ、この後。打ち込め、放り込め、放す。行ったろ、宇宙間真っ二つ、ナイス。さすが細川、逆方向にも打球が伸びる。変化球、ボール球には手を出さずにストライク来たらまっすぐにマッチケンチと反対方向。理想のバッティングだわ。先頭ツーベース。これは先制点、いただきやす。マジで先制点が欲しい。ノーアウト二塁、高谷頼むって。うわ、もう甘い球もショートうまいって。もう上本うますぎるって。もう、何それ、スライディングしながら取って、もう取ってから早い。もうでも高谷も今の、打球上がらないか。まあ甘いから振るのはわかるんだけど、ランナーが進めない。ノーアウト二塁からワンアウト二塁。点取らなあかんよ。タンケが打てばチームは勝てるよ。強くなれるよ。タンケもうどん詰まりのセカンドゴロインコース。もう弱点もうめちゃくちゃ出てるわ。もうさっき赤みそさんのツイート見たけどさ、チャンスの時めっちゃビシエド打てなくなるじゃん。チャンスじゃない時ヒット打つんだって。もうタンケランナーいる時にさ、もうホームランじゃなくてもタイムリー打ってよ。もう本当にもうノーアウト二塁から0点はダメだよ。大島プロ救ってくれ。ポーンとタイムリー、どん詰まりセカンドゴロ。走れ、うますぎる、うますぎる。ファーストからピッチャーへのカバートスうますぎ。ピッチャーコルニエルもちゃんとファーストベースにカバー入ってる。もう抜かりない。もう細川だけじゃん、ストレート捉えられたの。大島プロも、もう高谷も、ビシエドも、みんな少しずつっていうか差し込まれて、ノーアウト二塁から点が入らない定期なんですけど、定期券なんかいらないよ、こんな定期券。定期券はパスモかスイカかマナカで十分。いった、キルタコホームラン、いったろ、よし、レスト、バジカってなんだ。バズーカって言いたかったんだわ。キルタコバズーカ炸裂。よっしゃ、レフトスタンドのドラゴンズファーム喜んでるよ、もう素晴らしいわ。やっと今シーズン初、1号、おめでとう。先制点取った。9試合ぶりか10試合ぶりか忘れたけども、やっと先に点取れた。もう柳さん頑張ってんだから、女房役が。先制点プレゼントこれ以上ないわ。もうよかった。いやー、これ甘かったけど確実に仕留めた木の卓あっぱれよ。やっぱり今のドラゴンズ打線に木の卓は欠かせないって。さあ、岡林。軽くタイムリー追加点取っちゃおうぜ。柳さんバントしてくれたんだから。ボークだろ、今の。うわー、センター。え?落とした。よし。センター取れる気配したけど、ホーム来い、村松、ホーム来い、走れ。セーフ、よし。三塁、セーフ。三塁、セーフ、よし。岡林、足からスライディング、ナイス。よーし、2対0。追加点取ったぞ。よっしゃー、でかいわ。細川もよくホーム帰ってきたわ。細川じゃないわ。村松ね、ナイス。いや、岡林もね、センター落ちたから三塁すかさず狙って。
なおも三塁のチャンス。岡林ナイスバッティング。いや、意外に左中間伸びたね、打球。びっくりしちゃった。センターぐらいかなと正直思ったけど。いやー、逆方向にあれだけ打球伸びるっていうのはもう、たまらないね。よっしゃ、もう一点取っちゃうよ。ワンアウト三塁、犠牲フライでもいい。一点を取ろう、福永。よし、ショートゴロ、よしじゃないわ。ホーム突っ込んできた。ホームセーフ。セーフ、よーっしゃ、ホームセーフ来たー。ナイス、岡林ランニング。めちゃめちゃ正面のショートゴロ、ホームアウトかと思ったら。いや、リクエスト入ったけど。いや、あれはリプレイ検証見ないとわかんないけど。いや、これでかいな、3点目入ったら。頼む、お願い、お願い。もう今日の夕食のカレーおかわりしないから、一杯にしとくからお願いします。3点目、ください。審判来たよ、審判来たよ。セーフにして、お願い、審判セーフ。よっしゃ、セーフ、よーっしゃよーっしゃ、もうカレーおかわりしません。一杯にしときます。よーっしゃ、セーフ、よーっしゃ。でかいわ、3点目。ちょっと坂倉のタッチも甘いけど、岡林の神の手が、勝った。フェア、来ましたね、三塁線突破。はい、ランナー二人来ますね、これは。はい、一人目来まして。二人目。お、帰りなさい、ホームイン。二点追加。とどめだね。4番、高谷、ナイスバッティング。4番にもタイムリー出たよ。この回で、KO だろ、コルニエル。やっとドラゴン打線が爆発してくれた。芸術は、爆発だ。ショートうまい、ショートうまい、ゲッツー、これこれ、ゲッツー。まあ、一塁はセーフだけど、ショートうまい、ナイス。村松かな、ショート。ナイスプレイを踏ん張って。アウトの間に1点取られたけど、ワンアウト1塁だから、全然今日はなぜなら5点あるからね。これでいいんです。柳もね、アウト1個取れたんだから、これでいいんです。連続エラーしてるチームに負けてる余裕なんてないんだよ。タンケ、とどめさせちゃって。打った、よっしゃ、レフト、一直線、はい、突き刺しました。バコーン、夜空に舞った、エルタンケ、ビシエのフォロワー。最高や、カープ、KO や。レフトスタンド歓喜の渦、もう最高です、最高。タンケ、やっと出た、今季1号。もうやっぱ松田で打っちゃうじゃん。タンケ、松田での1号似合うわ、もう本当にマジ最高。打った瞬間もうどこまででも飛んでった。落ちやヘッドもガッツポーズ、めっちゃベンチ喜んでる。もう最高、もうマジでやっと大好きなタンケやってくれたよ。タンケ、ここからビシエドの物語が始まっちゃうぜ。はい、どうも、トリヘです。本日もよろしくお願いします。ということでね、今日はね、ドラゴンズが圧勝、カープにね、ボコボコにね、勝ったということで、今シーズン初のベジター勝ち越し、そして10試合ぶりのね、先制点ダッシュ、そしてやっと柳投手に勝ち星がついた。本当にね、感動的な一勝だったと思います。アウトロインハイもね、非常にテンションが高いとなっておりますので、動画祝勝会の方もね、長くなっておりますので、ぜひ皆さんお手元にね、食べ物、飲み物、デザート用意して、何か用意していただいてね、皆さん一緒に乾杯したいと思います。それでは準備の方よろしいでしょうか。いきますよ、せーの、ドラフォー、やったね、本当にやったね。今日はアウトロインハイね、濃いチョコ、バッキー、濃厚ショコラ味の方をね、食べさせていただこうと思います。いやーもうね、久しぶりにね、これ動画内でね、飲食をすると思うんですけども、もうたまらなく嬉しいなと。もう今日はね、少数精鋭の松田のドラゴンズファン、輝きまくってたなと。本当に努力が報われてね、もちろんドラゴンズの選手も嬉しいと思うんですけど、やっぱファンはね、たまったもんじゃないよと。いい意味でたまったもんじゃないよということで、いただかせていただきます。いただきます。うまっ。このね、周りのね、優しいミルクが入ったチョコのね、甘さから中にしっかりとね、固めのチョコが入ってるということで、ね、この周りのチョコね、ドラゴンズ打線が、この中心の柳投手をね、こう援護するかのように覆いかぶさってね、今日は、真ん中のね、柳投手をね、チーム全体で勝利つけられてね、よかったんじゃない、噛んだ大事なとこで、すいません。よかったんじゃないかなと思います。ということで、まずはね、ドラゴンズ打線大爆発の方からね、ドラゴンズ打線爆発だから振り返っていこうと思うんですけど、まあ今日相手先発ピッチャーはね、コルニエル投手ということで、非常にね、序盤良かった。特に右バッターのインコース系のストレートツーシーム、
なかなか打てない。差し込まれてた。そしてストライクからボールに落ちる、落ちる系のフォークボール、あれもね、ちょうどバッターが手が出たくなるようなね、変化球も良かった。なかなかノーチャンスだったっていうところでね、試合は5回に動きました。5回、あの回ね、ドラゴンズファン夢のような時間でした。結果から先に言うとね、1イニング5得点。もう1イニング1点取るだけでもね、必死なドラゴンズが5点取れた。やればできるじゃないかと。本当に夢のような時間でしたけど、まず先頭の木の卓、ここから始まったということで、ね、インコース系のツーシームをね、少し甘くなったところを見逃さずにレフトにバチコを仕留めて、ねえ、木の卓バズーカーぶっ放しちゃったよっていうことで、今シーズン初第1号おめでとうございますですけど、やっぱり打てるキャッチャーね、今のドラゴンズ打線においてはね、木の卓、まあいろいろリードの問題とか言われてますけど、打線においては木の卓をね、外せないんじゃないかなと。7番加藤卓、7番木の卓、さああなたならどっちを選ぶって言われたらね、僕は迷いなく問答無用でね、木の卓を選択すると思います。この木の卓のホームラン着火剤になってね、その後村松選手がフォアボール、ここからコルニエル投手がね、ちょっと制球を乱し始めるんですけど、柳選手が続くバントを決めてね、この後のね、回もっていうか次の打席でも柳投手バントを決めてる。やっぱりバントを決められるピッチャーには勝ちが舞い込んでくるよと。そして1番の岡林、センターへのタイムリーツーベース。まあ、正直ね、あれセンターフライかレフトフライかなと思ったんですけど、打球が結構伸びてね、まあ、タイムリーになってくれたことは嬉しいんですけど、ランナーの村松選手、そしてね、バッターの岡林選手はしっかり共に全力疾走。もう本当に今まで走塁のエラーとかタイマン走塁って言われてましたけど、今日は高走塁でね、2点目を取ることができた。そして岡林選手が3塁に行ったことによって、その次の福永選手がね、ショートゴロ前進守備でホームアウトかなと思ったんですけど、岡林がね、神の手でホームタッチセーフ。素晴らしいなと。まあ、昨日ね、あの、ファールギアのところで、ね、走塁諦めて立浪監督に二度とこういうプレーがないようにって言われてましたけど、次の試合で気持ち切り替えてね、こうやっていいプレーを見せてくれる。これがね、未来ある選手なんじゃないかなと思わせてくれました。そしてね、細川選手がフォアボールを選んで、4番の高谷がね、とどめのレフトへのタイムリーツーベース。4番が打てるチームは強いと。そしてね、今日はここで終わらない。7回の表、ピッチャー中崎からね、サードの林選手が連続エラーでランナーが溜まってチャンス。正直ね、この回にね、5対1になって少し嫌なムードがね、カープの寄りになってたんですけど、ここでね、我らのエルタンケ、ダヤンビシエド、お帰りなさい。ナイスバッティング、本当にナイスバッティング。松田の夜空を切り裂くレフトへの特大アーチということでね、本当に、もう打った瞬間打球を見失うぐらいね、カメラも追いつけないんじゃないかっていう、もうめちゃくちゃ素晴らしい弾道。あれが打てるから3億5000万。あれが打てるから今までね、ドラゴンズの4番を張ってきた手法、舐めんなよと。2軍に置いとくわけにいかねえだろと。そういう打球を見せてくれたんじゃないかなと。もうこれでビシエドがね、復活してくれれば、蘇ってくれれば、今ね、3番細川、4番高谷、5番ビシエド。これは頼もしいぞと。一気にドラゴンズ打線の火力が上がるんじゃないかなと。もうビシエドのスマイル、もう愛してるよと。心から大好きだよと。もうベンチも喜んでね、落合ヘッドもガッツポーズして、みんながね、ビシエドのことね、愛してるというか、期待してるというか、やっぱドラゴンズにビシエドを欠かせないぞと、見してくれたのがね、もう本当にね、たまらなく嬉しかったですよ。もう僕もね、いろいろ打てないとか、インコースがどうのこうのとか言ってきた時期もありましたけど、やっぱ本人がね、悔しい気持ちの中で、こうやってやっと出た。いい当たりが出た。もう本当に素直にね、嬉しいです。うん。もうね、ちょっと半分泣きそうなんですけども、もう打線は、しっかりね、10安打8得点。もうたまにはこれぐらい打ってもいいじゃないかと。柳投手にね、これでもかっていうぐらい。まあ今まで本当にね、足を引っ張ってきたっていうところも正直あったので、これだけ援護してあげられたっていうのがね、まあ本当にドラゴンズバッターたちもみんなね、ほっとしてるというか、まあこれで終わることなくね、次回の柳投手の時も、しっかり援護してあげてほしいなと思います、ね。一方ね、先発ピッチャーの柳投手ということで、まずはね、一勝。おめでとうございます。やっと一勝がついた。これでね、柳投手の気持ちもね、だいぶ楽になって、次回からね、もっともっといいピッチングを見せてほしいなと思うんですけど、今日ね、まあ、序盤ね、コルニエル投手も良かったということで、まあ、なかなか先制点がやれない。そんな中で2回の裏にね、坂倉選手、林選手にね、そんなに甘くないところをうまくヒットされてね、ピッチャーのコルニエルに回って、ここでフォアボール。まあ、厳しいボールをね、コルニエルがバッと止まってね、非常に苦しいなと。
正直ピッチャーにフォアボール出してね、まあ、その後の菊池選手がフルカウントになってね、もうこれ押し出しになっちゃうぞっていうところで、高めのボール球かな、菊池選手が強引に打ってサードゴロでね、非常にここ柳投手からしたら助かったのかなと。もうあれ振ってなかったら押し出しで1点取られてた。まあ正直言うとね、やっぱりピッチャーにフォアボール出してるようじゃ、ピッチャーとね、ドラゴンズキラーの菊池選手どっちで勝負する方が嫌かって考えたらやっぱ菊池選手だと思うので、ね、まあここはね、今日本当にアウトになってよかったなっていうところなんですけど、ただ今日ね、審判が結構アウトコース、インコース、特にアウトコースね、外広めだったと思うので、これはね、四隅をつく柳投手にとっては非常に大きかったというか、制球型の柳投手にとっては今日は相性が良かった。これもね、大きなポイントなんじゃないかなと。まあそしてね、カープもね、まあ結構積極的にスイングしてくる打者が多いので、ボール球をね、手を出してくれた。柳投手からすると、やっぱりボール球を手を出してくれるっていうのはね、非常に助かったんじゃないかなと思います。まあ正直ね、5回3分の1かな。あの回はね、投げ切って欲しかった。6回だったから投げ切って欲しかったっていうところなんですけど、まああの現状ね、5対0っていうところ、5対1っていうところから、変えられてしまう。まあ柳投手も結構不服そうなね、まあ悔しそうな、顔してましたけど、まあ逆に安心というかね、そこでね、ああ、勝ちついてよかったじゃなくて、もっとやれるぞと、俺はやれるぞと、そういう心があるっていうのはもうこれからも楽しみなんじゃないかなと、まあこれで一勝ついたので、ああいう場面でもね、下ろされない、誰もが認めるエースとしてね、これから2勝、3勝、4勝と、どんどん攻める投球、こうやってね、勝負すればね、ある程度試合を作れる、もともと実力があるからこそね、二桁勝利できるピッチャーだと思うので、ストライク先行である程度ゾーンで勝負できるピッチャーにね、なっていってほしいなと思います。そしてその後の中継ぎピッチャーね、みんなで抑えてくれた、福投手、清水投手、藤島投手、山本投手、みんなナイスピッチング。点差があったとはいえね、逆に投げにくいっていうね、抑えて当たり前っていう場面で、みんなしっかりね、中継ぎが繋いでくれた、防御率もみんないいと。まあ、これがドラゴンズだなと。まあ、今日は打線のおかげもあってね、勝ちパンも温存することができたので、投打においてね、久々に投打が噛み合ったというか、非常にね、もうほぼ文句のない、素晴らしいゲームだと思います。はい、ということで、しっかりね、貯金の方もして、ドアラもね、ジャビットも巨人も喜んでますけど、スライディーを踏み潰して、やっとね、12球団でも最遅ですけど、ビジターで勝ち越すことができた。やっとできた。やっと借金をね、このカードで一つ減らすことができた。これで明日から天敵ベイスターズ。非常に苦しいっちゃ苦しいですけど、その前で勝ち越せてね、ホーム名古屋ドームでベイスターズを迎えられるっていうのは、非常に大きなことなんじゃないかなと思います。そして、明日の先発ピッチャーはね、中日、小笠原、DeNA、ガゼルマンということで、一時バウアーかなと思ってたんですけど、まあ、どっちにしてもガゼルマン、天敵なのは変わらない。まあ昨日の栗投手と同様にね、もう少し球速帯が上がってくると思うんですけど、動く球、ツーシーム、ストレート系と、まあドラゴンズね、得意な方ではないと思うので、まあホーム番手に、多分ね、もうロースカーの展開になると思うんですけど、とにかくどんな手段を使っても、ベイスターズに一勝、とにかく一勝、絶対一勝、何が何でも勝つことができるように、明日もアウトロー、インハイね、全力で応援させていただきます。そして今日の現地の松田のドラゴンズファンの方々、一勝、勝ち越し、おめでとうございます。本日も最後にご視聴いただき、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。またね。久々に、野球が楽しかった。